パラリティタンはエジプトにあるバハリア層の白亜形状部の地層の浜辺の堆積物から発見された巨大なティタノサウルス類の竜脚類恐竜の属の一つである。9800万年前から9300万年前に生息していた。ある科学ジャーナリストからは地球上で史上2番目に大きい生物と呼ばれている。ジョシュア・スミスラの発見した恐竜は プララタイトン・ストロメリーと呼ばれた。意味は、シュトローマーの海辺のティーターンもしくはシュトローマーの海辺の巨人であり、1900年代初頭にこの地域で恐竜の発見を行ったドイツの古生物学者、エルンスト・シュトローマーに懸命されたもので、2001年に、ジョシュア・ビー・スミス、マシウ・ー・ラマンナ、ケネス・ J ・ラコバラ、ピーター・ドットソン、ジェニファ・ー・ R ・スミス、ジェイソン・ C ・プル、 ロバート・ジー・ジンギャック及びユスリー・アッチアにより命名された。パラリティタンの化石は1935年以降、バハリア層で報告された最初の4足動物である。上腕骨は1.69メートルで基地の白亜紀の竜脚類のものでは最も長い。調査チームを恐竜化石発見へと導いたメンバーで、あるスミスは、あるインタビューにて、どんな推定でも本当に、 巨大な恐竜と推定されたと述べている。パラリティタについての情報は乏しく、正確な大きさの推定は困難である。しかし、発見されている資料から発見されている恐竜の中でも最も重いものの一つであると示唆され、体重59トンと推定される。サルタサウルスを基準としたケネスカーペンターの推定では、体長は約26メートルである。 他のティタノサウルス類同様、幅の広い姿勢で、おそらく防御のための皮骨を持っていたと推測される。パラリティタンのタイプ標本は明らかに、肉食動物によって漁さられた痕跡がある。また、カルカロドントサウルスのような大型の、肉食恐竜によって刈られていた可能性がある。現地性の状態ではこの漁さられた化石は、マングローブの植生を含む、 干潟の堆積物の中に保存されていた。生息地であるマングローブの生態系は、テチス海の南部の海岸に沿って存在していた。パラリティタンは、マングローブの生物群系に生息していたことが、示された最初の恐竜である。地上性の草食動物であったようだ。巨大な肉食恐竜である、カルカロドントサウルス、竜脚類のエジプトサウルス、 最大の住脚類であるスピノサウルスと同時代に生息していた。南アメリカにおいて、他のティタノサウルス類、例えば体長30メートルに及ぶアルゼンティノサウルス、がカルカロドントサウルスの近縁種であるギガノトサウルスの獲物となっていたように、パラディティタンも獲物となっていた可能性がある。ありがとうございます。